フッツサンは中華人民共和国の関東省にある地球市。関東省のほぼ中央に位置し、省都の広州市に隣接し、全城区は西南2 0トルほどの位置にある。古代は百越所属の居住地であったフッツサンが中原の支配を受けるようになったのは、全館武帝により南越国が滅亡し、軍国制が施行された後である。には帰化と称されていたが、 東大の628年に、市内の東坂丘で三体の銅の仏像が発掘され、近くに、東端が建てられたことから、仏山と改められた。また、付近の仏教の中心地ということで、全城とも称される。秋代の1449年、両広氏などの教振により、中義英という武装組織が組織され、紀・小守らによる、 農民放棄の鎮圧に当たったことから王朝は、両広氏を忠義官という称号を与え、富士山一帯を忠義号と称するようになった。この頃の富士山は、洋行が流星であり、厚生省慶徳鎮、湖北省観光鎮、河南省主戦鎮と共に、中国市大名鎮に数えられていた。新代の1732年、峰南地方の行政改変が行われ、 富津山には、富津山直令庁が設置され、公衆府の管轄となっていた。侵害革命により成立した中華民国は、南海県の管轄下に置かれた。中華人民共和国成立後の1949年10月29日、南海県より、富津山選区が独立した行政区分として、独立1975年には、 関東省直轄市の仏山市が成立した。1983年6月に南海県、淳徳県、三水県、公明県、中山県の5県が同市の管轄となり、2002年に下部行政区域として全城区、南海区、淳徳区、三水区、公明区の5区が設置され現在に至っている。多摩エデルタの西北部に位置し、全体に地形は平坦で、 西へ、玉江をはじめとする河川が、網目のように流れている。このため、土地は肥沃であり、海洋性のモンスーン気候に属するため、年平均降水量は2100ミ、mm、リメートルと多く、農業に適し、年間平均気温は、摂氏21.7度と温暖である。関東後南湾順方言の使用地域にある。五四カツ区を管轄する。 フッ山市富津フッ区富津山市フッ山,山市市フッ街地の商業、施設改革開放政策が実施されると、香港やマカオに近接した立地条件もあり、フッ山さんは、玉江デルタ地帯の中心的な工業都市として発展した。1978年から2004年までに、経済規模は50倍にも発展し、年間経済成長は16.6%にも達している。 2011年の GDP は6613億元。年間経済成長率は12.1%に達した。一人当たり GDP は92356元。大規模工業生産地は1兆7396億元。全国5位を占める。2012年1から9月の GDP は4926.38億元。 去年同時期と比べて7.5%上昇。また、改革開放の初期に外資を導入したことであり、現在は中国における重要な輸出貿易工業の拠点として、家電、アパレル、運動靴、陶磁器及びその他の建築材料、金属材料の加工と生産、設備製造、電子情報、食品、飲料、プラスチック製品、石油化学製品と薬品、 家具などが製造され、日本からは電子工業や自動車部品メーカーが進出し、広州市を中心とする広仏経済圏の中心地としての地位を獲得している。空港鉄道西氷山国立芸術映画都市、ありがとうございます。